始まりました。第1回宇都宮自転車安全運転レース、記念すべき第1回の出場者は宇都宮ブリッツェン小野寺玲選手と阿部隆之選手です。そして本日の解説は東京オリンピック自転車男子個人ロードレース日本代表増田成幸選手です。増田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田選手、今回のレースのポイントはどこでしょうか？はい、今回のレースはゴールまで速さを競うのではなく、ゴールまでしっかり交通ルールを守り、安全に自転車を運転することが大切になってきます。なるほど。このレースを見ている皆さんもレースの途中で安全に自転車を運転するためのクイズが出てきますので、一緒に考えてみてください。それではいよいよレースのスタートです。小野寺選手はホーンの音とともに勢いよくスタートしていきました。一方の阿部選手はなんとレースが始まっているのに空気を入れ始めました。とここで早速問題です。第1問、タイヤの空気圧はパンパンに入れる、丸か×か。それでは増田選手、正解はどちらでしょうか？はい、正解は丸です。タイヤには適正な空気圧があり、正しい空気圧の入ったタイヤは手で押してみるとパンパンになっています。そのようにパンパンの状態でないとどんなデメリットがあるかというと、まず一つに軽快に走れないので自転車通学が快適でなくなってしまいます。そして路面の段差の衝撃がタイヤだけで吸収できなくなり、パンクしやすくなってしまいます。タイヤの空気は少しずつですが自然と抜けてしまうので、定期的な空気圧チェックが必要です。タイヤの空気圧の他に、しっかりブレーキが効くか、ライトと反射板がついているか、ベルがついているかもチェックが必要です。さあ、ここで両選手宇都宮の市街地へとやってきました。阿部選手は歩道の車道側を走行、小野寺選手は建物側を走行しています。ここで交差点に差し掛かりますが、続いての問題です。第2問、自転車で歩道を走行する際、車道側を走る、丸か×か。増田選手、正解の発表をお願いします。正解は丸です。中高生の皆さんが自転車で歩道を走るときには車道側を走るようにしましょう。その理由は、車道側を通ると交差する道路からの視認も早く、もし仮に車が来ていたとしてもお互いに早く気がつくことができるのです。逆に建物側は建物の影になり、交差点に進入する直前まで視覚が確認できないのです。気づいた時には間に合わないということになりかねないので、とても危険です。一般的に歩道上は自転車、歩行者の色分けがされている場合は、自転車は車道側、歩行者は建物側と表記されていますので、皆さんもチェックしてみてください。歩行者として歩道を走る際は建物側を通行するようにしましょう。ここまで順調に来ている小野寺選手、あ、ここで阿部選手が動きを見せました。阿部選手がスマートフォンを取り出しました。ナビで近道を探しているのでしょうか？ここで問題です。第3問、しっかりと前を見ていれば走行しながらスマートフォンを使用しても良い、丸か×か。増田選手、正解の発表をお願いします。はい、正解は×です。これがなぜ×なのかは説明するまでもないと思いますが、前方不注意は危険ですよね。問題にある前を見ながらスマートフォンの操作は実際には不可能ですから、
運転する人の目線はスマートフォンにあるわけです。その行為がどれほど危険かというのは、目隠しをして自転車に乗ることと同じだと思います。またスマートフォンを持つ手はハンドルを持っていないわけですから、片手運転になります。これらの結果、どんな事故が起きてしまうのかを真剣に想像してみてください。自転車に乗るときはスマートフォンは手で持たずにバッグやポケットにしまうようにしましょう。阿部選手がリードし、小野寺選手は追う展開になっていますが、ここで小野寺選手減速し始めました。なぜでしょう。このまま進んでいくと交差点がありますね。目の前には止まれの標識が見えてきました。ここで問題です。第4問。止まれの標識があっても車が来ていなければ止まらなくてもよい。丸か×か。増田選手、正解はどちらでしょうか。はい、正解は×です。止まれで止まる、こんな当たり前のことを学生の皆さんに改めて言うまでもないのですが、交通事故の大半はこの一時停止が守られてないがゆえに起こっているのも事実です。一度止まってさえいれば避けられた事故がたくさんあるのです。明らかに危険な状況であれば皆さん止まるでしょ。しかし危険が見えづらい状況下で、多分大丈夫だろうと思って進んでいった時に事故は起こります。強い意志を持って止まるを実践できる人になってください。レースも大詰めになってきました。さて、勝利するのはどちらの選手でしょうか。両選手ともに素晴らしい走りを見せてますね。さて、次が最後の問題のようです。第5問。ヘルメットは深くかぶっていれば顎ひもは締めなくてもよい。丸か×か。増田選手、正解はどちらでしょうか。はい、正解はもちろん×です。小学生の時は被っていたヘルメット、中学生になり高校生になるに従って被らなくなっていく傾向にあります。もう子供じゃないから大丈夫とか、髪型が気になってとか、被らない理由は見つけられるでしょう。しかし中高生は自転車事故の発生割合が多い世代でもあります。自分自身の希望ある人生をたった1回の自転車事故で台無しにしないためにも、自転車に乗るときはヘルメットをかぶってください。卒業するときにヘルメットが役に立たなかった、つまり自転車事故で頭を打つことがなかったという安堵感を感じてもらえることがみんなの願いです。私たちプロのロードレーサーはレース中の落車で頭を打つ経験をしたことがある選手がたくさんいます。もしヘルメットをかぶっていなかったら命を落としていたかもしれないという経験をしたからこそ、皆さんに強くお伝えします。自転車に乗るときはヘルメットをかぶってください。最後のゴール前です。どちらの選手が勝利するのでしょうか。ゴール。阿部選手が勝利を収めました。増田選手、阿部選手の勝因は何でしょうか。そうですね、やはり勝因はスタートから交通ルールやマナーを守り走行してきたことですね。レースを見ていた皆さんは全問正解できましたか。自転車はとても速く走れて便利な乗り物ですが、ルールを守らず走ると大きな事故につながる恐れもあります。歩行者との事故の場合、自転車を運転していた皆さんの過失が大きくなり、多額の治療費などを請求されてしまうこともあります。ぜひ交通ルールをしっかり守り、保険に加入してもしもの時に備えましょう。それでは皆さん、さようなら。